皆様こんにちは。いつも見ていただきありがとうございます。桜の便りが出た後でなんか天気が悪くてですね、雨の日がずっと続いていまして、やっと久しぶりに青空が出てきたので、今治市朝倉の無料寺さんに来ております。でもね、この有名なしだれ桜もちょっと満開を過ぎてまして、周りではハラハラ桜が散っております。正確には散り始めているというところですね。青空といっても空は少し曇っていて、春霞の空がずっと続いてるんですよ。昼間に撮影に来ようと思っていたのですが、なかなかうまく撮れませんでした。こんな感じでもう花がパラパラっと散り始めています。無量寺さんの奥にある大きなしだれ桜の方を見に行きます。昨年おきりになったという大イチョウの古木の幹がここに置かれています。無量寺さんのしだれ桜は以前はものすごく大きくて、お寺の屋根を覆うほどすごかったらしいのですが、何しろ年齢がいっちゃってて、今はそんなには大きくありません。長い歴史を持ったこのしだれ桜を見ながら、時の経っていく速さを感じております。昼間のしだれ桜をご覧くださいね。この桜はソメイヨシノです。無量寺さんのお寺の建物を見ながら、4日前に撮ったライトアップの風景をご覧ください。こちらがライトアップの風景になります。幻想的で、やっぱり夜見るしだれ桜はめっちゃ綺麗ですよね。この時はちょうど満開でしたので、本当に花が空から降ってくるように頭上に広がっています。無料理さんの大きなしだれ桜のライトアップの風景をご覧ください。